階段ライブイベント、ビビのコア語り、チケット完売となりました。ありがとうございました。自販機前で、この前、ジュースを買おうとうちの近くの自販機に向かったら、おじいさんがコーヒーを買ってた。ガタンとコーヒーが出てきて、 取り出し口から取り出して、さあ今度は俺が買うかと思ったら、そのじいさんは自販機のまん前でコーヒーを飲み始めた。どけよと思ったんだけど、なんか飲み方がおかしいっつうか、飲んでない。口につけてはいるんだけど、ほとんど飲んでないでこぼれてる。 で、空になったらしく、缶をそのまま道路に投げ捨てて、今度こそ買うかと思ったら、そのじいさんは、また同じコーヒーを買いやがった。で、また同じ行動。結局、計3回繰り返し、4回目の購入時点で、怖くなって逃げちゃいました。 あのあと何回くらい続けてたんだろうか影からこっそり見ておけばよかったとも後悔したけどスケッッチブック深夜自宅へ帰るために一人で車を運転していた 深夜だったので通りに他の車はほとんどなかった。そのうち一台のタクシーが俺の車をずっとつけてきていることに気づいた。そのタクシーの運転手はこちらを見て何か喋りながらスケッチブックのような紙をこちらに向けて見せようとしているようなのだ。 赤信号でタクシーが左に並んだとき、その運転手が髪を窓に貼り付けるようにしてこちらに向けてくるので、仕方なく助手席側に身を乗り出してそれを見ると、その髪には一言、親の仇、と殴り書きしてあった。 急に怖くなって信号を無視して全速力で逃げたあれがどういう意味だったのか全く心当たりがない大家のおじいさん 人によっては気分悪くなるかもしれないので注意高校の頃チャリ通してたんだけど家の近所のアパートの前をチャリで通り過ぎた時に何とも言えない匂いを嗅いだうまく表現できないのだけど気持ち悪くて不安でやばい匂いうちは親は会社員なんだけど 祖父母が商売をやっていた関係で、そこの大家のおじいさんを知っていたので、その家まで行って、変な匂いがすると伝えた。おじいさんにそのことを告げると、変な顔をしたけど、私が匂いを嗅いだ場所まで来てくれた。その匂いを嗅いだおじいさんは、顔色を一瞬で変えて、家まで戻り、 合鍵を持ってアパートまで再度戻り、私に携帯で警察に電話をかけさせて、つながると携帯を私からひったくり、何かを話して電話を切った。すぐにやってきたのは警察と救急。おじいさんは警察と救急の人に何かを言い扉を開けて中に入っていった。 開いた扉からは、なんか、虫がバーっと一斉に出ていき、それを見た私は呆然。部屋の中を覗くと、中はゴミだらけで、匂いだけで吐きそうになった。恐ろしいことに、その中には足を紐で繋がれた子供が置き去りにされていた。救急の人が担架に乗せて運んでいったんだけど、 匂いがすごかったのを覚えてる。足首がちらっと見えてしまったんだけど、骨と皮だけで黒と白のブツブツが見えた。後から聞いたら、虫の幼虫と成虫がたかっていたんだって。そこの部屋に住んでたのは母親と子供だったんだけど、母親は部屋の窓に新聞紙を貼って、 目張りまでして失踪したらしい。部屋にあったゴミから湧いた虫が子供にたかっていたそうだ。その子はしばらくは喋れなかったり、人を見るとパニックになったり大変だったけど、8ヶ月くらい経った頃にはだいぶ元気になって遠くの親戚に引き取られていった。とにかくそんな現場を見てしまったことが修羅場だった。 親のおじいさんが私を即警察に連絡させたのは戦時中これと同じ匂いをいつも嗅いでいたからだそうだ修羅場をくぐった人間はやっぱりどこか違うんだなと思った孤児院 五歳か六歳の頃、家の前で私のことを名前で呼び、親戚だと名乗るおばさんに赤い自転車の後ろに乗せられて、孤児院というところに連れて行かれました。着いた場所では様々な年齢の子供たちがオレンジ色の毛布を片付けている姿を見て、 なんでこんなところに連れて来られたのかな、と思い、だんだん不安になり、私は少し騒いだ記憶があります。騒いだためか、門の外に連れ出され、また自転車の後ろに乗せられ、家の前で降ろされました。特に怒られたわけでもなく、バイバイと見送りました。 そのおばさんの雰囲気は40歳になった今でもなんとなく思い出せます。特に何かをされたわけでもなく、家族は当然知っていることと思ったのか、そのことについて話をすることもなく数年が過ぎました。小学生になってからテレビで 孤児院という言葉を知り、自分が連れて行かれた場所は、孤児院ではなく、孤児院だったとわかりました。それでも特に何も話すこともなく、成人してから、そういえば、小さい時私を孤児院見学に連れて行った、あの親戚のおばさんは誰だったのと、 母に聞いたところ、大変驚かれました。そんな話は知らない、と。そんなはずはないと祖母に聞いても、今度は祖母もびっくり。無事に帰ってきたのは奇跡なのか、あのおばさんはどうしたかったのか、今となっては一切わかりません。 きれいな顔の女の子先日祖母の葬式のために生まれ故郷を訪れたそこは山と畑しかないようないわゆるさびれた山村だ私が小学生の時に両親と市内に引っ越したために足が遠のきさらに大学に通うのに東京に出たため そこを訪れるのは実に十年ぶりだった。葬式が終わり、一人で子供の頃と少し様子の変わった村の中を散歩していると、ある家から鋭い鳥の鳴き声が聞こえた。何かが引きちぎられるような苦しそうな鳴き声。不穏なものを感じた私は、 池垣を書き分けてその庭を覗くと、十歳くらいの小さな女の子が、こちらに背中を向けてうずくまっているのが見えた。そしてもう一度鳥の鳴き声、今度は長く響いて、そして弱々しく消えていった。思わず身を乗り出した私の重みで、池垣が音を立てた。 私に気づいて女の子が突然こちらに振り返った。前髪をきれいに切り揃えた真っ白な女の子。その子の右手には、もう動かなくなった小さな鳥の姿が。そう、スズメを握りつぶしていたのだ。私と目が合うと、 その子はスズメをこちらに差し出しながら歩み寄ってきた。口元に笑みを浮かべて、その異常な光景に恐怖した私は声を上げてぬが夢中でその場から逃げ出した。後から近所の人にその家のことを聞いてみると、その家は一年ほど前にその村に引っ越してきた。 東京の大学の先生のものだそうだ。村の人とはほとんど交流がないようで、特に娘のこととなると、あまり多くを語ってはくれなかった。しかし、私の幼なじみが、その家には精神を病んだ娘がいて、隠れるように田舎に住んでいることを教えてくれた。 人形のようなきれいな顔出しの子なのにな、かわいそうに。そう言って目を伏せていた。両親の車で家を出るとき、その家の前を通った。その家の周りだけ重苦しい暗い影に覆われているように感じ、ふと目をやると、そこには、生け垣をかき分けて私を見つめる、 おかっぱ頭の白い女の子の姿があった。あの時と同じように口元に笑みを浮かべながら。あまりの恐怖で声も出なかった。息もできなかった。ただもう全身がブルブルと震え涙が止まらなかった。両親が気づいて慌てて車を止めようとしたが、 私はとにかくここから離れてくれと伝えるのが精一杯だった。東京に戻った今も、時折夢の中に、あの白い女の子が現れる。もうすぐ祖母の四十九日の法要があるが、私はもう二度とあの村を訪れることはできないだろう。書いててまた怖くなってきました。 これで忘れられるかと思ったのに、こんな夜中に書くんじゃなかった。後日談私の大学に、まだ40代なのに、地方に隠居された助教授がいるそうです。ちょうど一年ほど前に、万が一ということもあるので、名前は聞いていません。 知りたくもないです。調査員。例とかの怖い話じゃなくてごめんなさい。最初に謝っときます。国税調査ってのがあります。前回は2015年でしたね。 強制的に自宅やマンションに押し入ってきて、無理やりアンケートしろっていうあの面倒な期間です。何度かやり合ったので腹立ちます。一人暮らしな上に昼間はいないし、帰りは遅いし、夜中は睡眠中なので、アンケートなんて貴重な時間なんて使いたくありません。なので毎回無視していました。 普段は休日でも出勤しているのが普通な職種だったのですが、その日はたまたま自宅にいて休日を謳歌していました。そんな時に国税調査の調査員がマンションにやってきました。オートロック無視しての来訪です。いきなり自宅玄関に嫌がりました。別宅に訪問したついでに来たと、 調査員は言っていましたが、こちらから見ると不法侵入に当たることを説明し、そのまま帰ってもらいました。信用ないので、次来てもイルス使うことにしました。ずっとイルス使っていたからか、突然夜中の2時にチャイムが鳴りました。来客用のカメラで相手を確認すると、あの調査員でした。 こんな時間に来るとか、あまりの常識のなさに頭に来ました。名刺もらったなと思って、市役所に問い合わせたところ、そんな人はいませんとの回答。もらったアンケートとか、市役所の担当に見せに行くと、巧妙に作られた偽物であるとわかりました。住所とか名前とかはんことか、 これが狙いだったのかもしれん。とまあこんなこともあるので国の機関名乗っても必ず問い合わせてからにした方がいいっていう話ですオートロック俺は小賛の時 オートロックのマンションに引っ越した。鍵は持たせてもらえず、帰ってきたら表玄関の横のプッシュボタンでママに開けてもらっていた。俺はこれが不満で自分で鍵を開け閉めするようになりたかった。両親にも再三言っていた。ただし俺はこの時点でいつも鍵を母親が開けてることをまだ知らなかった。 インターホンの前に立ち、部屋番号を押せば、自動で表玄関も家の玄関も鍵が開くと思っていた。そう勘違いした上で、俺も鍵でドアを開けられるのに、と思って憤っていた。だから、家へ入った時点で、家に俺以外誰もいなかったとして、 俺はそれを梅雨ほども不審に思っていなかった。だから人間が室内から会場キーを押して表玄関のドアを開けてるなんて知らなかった。家の玄関のサムターンも人間の手でしか開けられないのを知らなかった。当時珍しかったチェーンがついてないタイプのドアだったことも 俺の勘違いに拍車をかけていた。余談だが、友達の家、かっこ一個建ての玄関のドアは、外からボタン操作すると、サムターンが自動で動くタイプだった。そのドアにもチェーンはついていなかった。その日は母親の勘違いもあって、何事もなく終わった。その勘違いとは、 俺がスペアの鍵を勝手に持ち出して学校に行っていたというものだった。その勘違いが発覚したのは翌日の朝。朝出かける際、母は俺に、今日は鍵を持って行かないでね、という風うな注意をした。そこで俺が何の気なしに、スペアの鍵を勝手に持ち出した覚えなどないと伝えた。 すると急に母親から昨日の経緯を詳しく問いただされた。当然だが俺はボタンを押して入ったとしか伝えることがない。すでに父親と兄貴は家を建っていて、にわかに慌ただしくなった母親と二人きりで過ごすのは辛かった。母親がスペアの鍵がどこにあるか確かめたところ、実はまだ 母方の実家に置いてあったことが判明。それから鍵持ってる親族全員に電話とか、管理会社に電話して鍵の交換とか、慌ただしい感じになった。ベランダも含めて、取られたものや壊されたものは一つもなかったけど、何者かが家の中にいた。しかも、戸締まりしたままの室内にいた。 そして、こつぜんと去った。誰が、あるいは何が、ドアを開けたのか、俺を招き入れたのか、ずっとわからずにいる。温泉街のホテル。 岐阜北部のとある温泉街の旅館で働いている友人から聞いた話です。もう10年以上前の事件らしいんですが、観光地に悪い噂が立つと困るので、未だにその地方の関係者の間ではタブー扱いらしいです。その温泉街は、ヌーラ全体が高い山間にあって、冬は新雪に覆われる場所です。 その集落からさらに2キロぐらい奥まった場所に犬や猫連れでも宿泊できるというホテルがあったらしくてそこでの話なんですがホテルには勤めて数年になるフロントマンがいました冬の観光シーズンの時期だったそうですホテルも繁盛していたみたいで その日も靴箱にはいろんなお客の靴がずらりと詰まっていました。朝一で靴を玄関にずらりと並べるのが彼の仕事の一つでした。いつものように仕事をしていると、あるパンプスを手に取った時、ちょっと気づいたんです。薄いベージュ色のパンプスなんですけど、内側に黒い血みたいなものがついていました。 靴底一面が村のある汚いシミになっていて、冷たく濡れていました。チェックアウトの時間になって、客がどんどんホテルから出ていきます。玄関の靴もどんどん少なくなって、とうとう最後の一つになりました。それがあの汚いパンプスでした。11時過ぎになって、 ようやくパンプスの持ち主がフロントまで降りてきました。あまり印象に残らない、強いて言えば目つきの悪い女でした。地味な安っぽい服を着ていて、片手にはペットの籠を持っていましたが、毛布がかかっていて犬の種類までは見えませんでした。失礼ですが、足におけがでもされましたか フロントマンは一応尋ねました。差し出がましいようですが、お客様の履物にそれらしい跡がございましたので。女は、靴はペットが汚したんです、と答えてすぐに帰っていきました。一時間ぐらいして女中から連絡がありました。あの女の泊まっていた部屋が、 おかしいと騒いでいました。行ってみると、畳に血の足跡がたくさんついていました。部屋一面に跡が残っていて、鬼が踊り狂った跡みたいな惨状でした。ユニットバスの排水口には、小動物の肉片みたいなのが詰まっていました。連れてきたペットがネズミか何かを捕まえて、 部屋を汚したのだと思いました。ホテルとしては大損害でした。翌日村の住人が不審な黒いゴミ袋を見つけました。国道から100メートル程度外れた雪の積もる林の中で、温泉街へ湯を引くボイラーの管理人が林道を通り抜けるときに発見しました。 ゴミ袋には赤ん坊の死体が入っていました頭蓋が粉々になるまで地面に置かれて何度も踏みつぶされていましたおそらく怨恨の類ですそのニュースはすぐに村中に広がりましたあの時女が持っていたカゴの中身はもう空だったのだとフロントマンは気づきました すぐに警察に連絡して畳の血痕を調べてもらうと、やはり人間の血液でした。女はすぐに全国で指名手配されることになりましたが、ホテルの記録に残された名前や住所は偽物でした。顔を覚えていたのはフロントマンだけでした。そこで似顔絵を作るのに協力しました。 温泉街は風評被害を恐れて、絶対に新聞やテレビでは報道させませんでした。それから半年ほど経って、季節は夏に変わりました。結局、女の行方はつかめずじまいで、捜査は進展しませんでした。ですが、村は以前の落ち着きを取り戻していました。 フロントマンがいつものようにホテルにかかってくる電話に応対しました。明日の予約の確認を取りたいんですが、前回電話した時には木村さんという方に担当していただいたんですが、はい、木村は私でございますが、あなたが木村さんですね。はい、そうです。 私の似顔絵を描いたのはお前かその後フロントマンはすぐにホテルを辞めて都内で再就職したそうです俺の名前 母親の部屋で見つけたカセットテープ。タイトルには俺の名前が書かれていた。もしや未来の俺へのメッセージ的な何かかな、と興味本位でテープを聞いてみると、聞こえてきた声は母親でも父親でもなく知らない男の声。ひどく震えた声だった。 内容は父と母に対する恨みつらみ。部屋を探してみると似たようなテープが山ほど見つかった。全部に同じように俺の名前が書いてあった。なんで俺の名前が書いてあったんだろう。謎すぎる。 なんで、私なんだ。オチとか特にない話だけど、母子家庭で何十年も再婚とかせず私を育ててきた母に、半年前、彼氏ができた。彼氏の方も同じバツイチ小持ちで、私と一つ違いの娘がいる、まあ似た者同士、 そんな母の彼氏とは一度会っただけで、それ以降特に会うことがなかった。だけどそれ以来、どうも首が痛い。最初は喉風とかだと思ったけど、動かすたびに痛むから寝違えたのだと判断した。だけど首の痛みは収まることなく、痛む一方だった。 風でもなければ、寝違えたわけでもない。しかし痛みは悪化していく上に、夢か現実か曖昧だけど、女が馬乗りになって私の首を絞めてきたりする光景を何度も見るようになった。ホラー映画のように朝起きたら奇怪なあざや髪の毛などが残ってることもないので、 自分がおかしいんじゃないかと思った。そんなことがほぼ毎日続いて気がめいった私に母は相変わらず能天気に彼氏の話をしてくる。その時母はデリカシーがないのか私にその彼氏と家族の写真を見せてきた。興味がないので 適当なコメントでもしようと写真を見て私は驚いたその写真の中に私の首を絞める女とそっくりな人がいたからだ私は母にこの女が誰なのか聞いたら普通に返された前話したあんたと一つ違いの娘さんだよ もしかしたら私が精神的に病んでて、一度見た娘さんを覚えて首を絞められる夢を見るならわかる。だが、私はこの娘さんを初めて見たのだ。私は興味があるふりをして、この娘について聞いてた。この子ね、離婚してから母親と住んでるけど、彼氏が大好きなファザコンなの。 二十過ぎてるのに、父親に膝枕されるのが大好きで、会うときもずっとべったりしてるのよ。父親はもちろんそんな娘を大事にしてる。娘は多分私のことはよく思ってないんじゃないかな。ここまで聞いて、私の身に起きたことすべてが心霊現象なら、母に被害がいかないのはおかしいと心から思った。 母はそれから関係ない話をさらに続けたが、その時に関係がありそうなことも話した。そうそう。彼氏とっても優しくていいお父さんだから、あんたのこともいつも気にかけてるのよ。そうなんだ。あんたの写真とか見せたら、妙に親近感湧いたのか。 私ちゃんと娘と一緒に会いたいとかも言ってるし、娘にあんたの話してるみたいよ。でも娘はファザコンだから、その時いつも不機嫌になるみたいで、やっぱ娘より一つだけど年下のあんたのことが一番気になるみたいよ。嫌な予感しかしない。私はその時怒って、 彼氏には、娘に私の話をするのは、デリカシーがなさすぎるから、話さないよう言えと伝えた。偶然か何なのか、それからしばらくして、私の首の痛みはなくなり、女も見なくなった。これが、息量とか呪いとかの類だとしたら、一言だけ言いたい。 なんで私なんだともゆき、賢治。数年前の話。俺は有給消化のため、平日に休みを取った。朝遅めに起きて、適当に朝食を食った後、 スーパーにでもと自分の住んでる階からエレベーターで一階に降りた。一階に着く前に、なんか男が大声で口ごもっているような声が下からするなとは思っていた。一階に着くと、俺がまだ降りていないのに、険しい顔の老女とその娘らしきおばはんがそそくさと入っていて、 なんだこいつらとムカついた。俺が、と聞こえるように舌打ちしてエレベーターを出ようとすると、ばあさんが俺の腕を引っ張るようにして、おばはんの方がドアを閉めようとするので、俺も切れて、ちょ、なんですかちょっとみたいなことを言ったら、おばはん小声で、すいません、すいません。 直後、さっき一階に降りる直前に聞こえた男の声で、ともゆきー,ーみたいな土星があり、包丁を持った男がエレベーターの前を通り過ぎたのがドアのガラス越しに見えた。やばい、と。 俺たちが逃げるために最上階のボタンを押そうとあたふたしていたらガラス越しにその様子が目立ったらしく一旦通り過ぎそうになった男がまた戻ってきてエレベーターのボタンを押したように見えたがすでにエレベーターは上がり始めているところだったおばはんが今誰か通報してくれたから してくれてた。というので、今のは何ですかと尋ねると、ばあさんが、知らん。いきなりだったもん。知らん人。その日の俺は、外に出られなかった。 新聞10年ほど前私が学生でアパート住まいしてた時の話ですある朝ポストに取ってもいない Y 新聞が投函されてました間違いだろうと思ったのですが次の日も投函されてます販売店が近所だったので直接店のおじさんに 違って配達しないようにと申し入れをしておきました。ところが、次の日も投函されてます。このまま無理やり購読させられるのではと、少々頭にきて、四日目は現場を抑えようと早朝から待機。ところが、その日以降、投函はパタリとなくなったのです。 後日、ゴミ出しの仕分けをしているときに気づいたのですが、配達された Y 新聞は2年前のもので、しかも3つとも同じ日付の同一物だったんです。単なるいたずらとは思うのですが、ちょっと気味悪くなりました。 普通2年も経てば新聞は黄ばんでくるかと思いますがそれは今すり上がったかのような白さだったのを今でも覚えていますさまのおばちゃん子供の頃両親が共働きで うちには幼い俺を世話してくれてた笹様のおばちゃんという人がいた。おばちゃんはちょっと頭が良くなかったせいか、仕事は持たず自分家の畑とうちの手伝いで食ってるようだった。おばちゃんの仕事は学校から帰ってきた俺にご飯を作ることと、家の掃除洗濯、 あと、体が弱く入退院を繰り返してたばあちゃんの介護だった。ある日、俺が学校から帰ってくると、珍しくおばちゃんはいなかった。代わりに、いつも寝たきりのばあちゃんが起きていて、今でお茶を飲んでいた。おばちゃんが家にいるのが普通だったので、おばあちゃんに、今日はおばちゃんはと聞くと、 今日はまだ来ていないよと言って、俺を二階に閉じ込めるように押し込んだ。今日は誰が来ても降りてきちゃいけないよと言って、お菓子とポンジュースを渡された。誰が来てもって、誰が来てもと聞くと、おばあちゃんは少し困ったような顔で、そうだよと言い、 しいね、と、口に指を当てながら、ふすまを閉めた。俺はおとなしくこたつに入り、テレビを見てると、六時近くになって、薄暗くなってからおばちゃんの声が聞こえた。二階といっても狭い家、玄関に誰が来たかくらいは聞き耳立てなくてもわかる。 洋介くんはまだ帰ってきておらんかねえ、とおばちゃんが言うので、出て行こうかとも思ったが、ばあちゃんの、誰が来ても降りてくるなという言葉を思い出し、そのままこたつでごろ寝を続けた。おばちゃんとおばあちゃんのやりとりに、しばらく聞き耳を立てながらテレビを見続けた。またしばらくして、 ささまのおばちゃんがやってきた。洋介くんはまだ帰ってきとらんかねえ。美浜屋にもおらんようやが。美浜屋は俺がよく行ってた駄菓子屋だ。するとばあちゃんが、今日はまだやがね友達のところに遊びに行く言うてたから、遅くなるんやないかねと嘘をついた。 幼な心に、俺はかくまわれているのだとぼんやり悟り、息を殺してこたつに潜り込んだのを覚えてる。日も落ちすっかり暗くなって、おばちゃんはまたやってきた。ようすけくん、帰ってきたね。ばあちゃんは少しきつい口調で、まだよ。 まだ帰らんよ。今日はもうご飯いいからお帰りなさい。と追い返した。しばらくして八時くらいになって、父母が帰ってきた。ばあちゃんがのそのそと階段を上がってきて、俺に、もう降りていいよと言ってきたので、俺はいつもよりだいぶ遅めの夕飯を食べた。その晩、 近所の竹やぶで、笹様のおばちゃんが首をつっているのが見つかった。遺書には、希望がないので、もう死にます。一人で死ぬのは寂しい。みたいなことが書いてあったらしい。身寄りのないおばちゃんは、何を考えて俺を探してたのか。推測すると、 ほんのり怖くてちょっと悲しい帰り道の神社で高校生の頃俺は某チェーン店の牛丼屋でアルバイトをしていたんだよ。前やっていたスーパーに比べたら全然よかったし。 9時には退勤させてくれたから、正直満足していた。家からの距離はそこそこあったものの、通っていた高校からは近かったので、平日とかは学校からまっすぐに向かっていたんだ。その日も9時退勤して、明日は休みだぞとか思いながら、自転車に乗って帰路に着いたんだけど、その途中にある神社に目がいった。 そこは住宅街の奥の方にあって、俺の帰り道からだと鳥居が見える程度なんだが、その時は少し状況が違っていた。鳥居の奥で何か光っているのが見えたんだよ。朝出勤なら毎回バイト帰りに俺が毎回さい銭を入れてたところだから、夜中でも意外と抵抗がなかったんだよな。 うっかりと言うべきか、その神社の鳥居の方まで近づいちゃったんだ。するとどうだろう。俺が何の明かりかと思っていたのは、ろうそくの火で、それを頭にくくった女が棒立ちしているという異様な光景がそこにはあった。さらに女の足元には、なぜか茶碗に盛られた白米があり、 その周りではネズミと思われる小動物か何かが何匹か転がっていた。おそらく死んでいる。その光景に思わず息を吸い損ねるような音を出した俺は案の定女に気づかれて。ぐぅー。ぐぅー。ぐぅー。 変な言葉を発しながら足元のご飯を持ち俺に向かって近づいてきた。声にならないような悲鳴を上げながら必死にチャリを U ターンさせて俺はキ路へとまっしぐら。帰り道は車通りもそこそこな道路なんだけど何分田舎町なもんだから夜になると驚くほどに何も走らないんだな、これが。 俺の心中はもう見てはいけないものを見てしまったって気持ちでいっぱいで人生史上最大の速度でペダルを漕いでいたと思うしばらく走ると行きつけのコインランドリーが見えてきた見慣れた光景にほっとした俺は自転車もいつもの速度に戻りコインランドリー前の橋を渡っていたんだすると カンコン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 。異様な音が聞こえてくる。俺の自転車に合わせたようなリズムで、なんか芯のない鉄棒を叩いたような音だった。そこで近くから聞こえていることに気がつき、何が音の原因かを突き止めたとき、絶句した。結果的に言うと、 音の原因はその橋の降乱って言うんだっけあそこの外側をはしごみたいに両手両足を使って走るあの女がいた。さらに何が怖いって、俺の自転車速度に追いついているのもそうだけど、何よりも一度も俺から目を離さずに、猛スピードで、カンコ 島の子になって追ってきてたんだ。俺はもう本当に発狂してできるだけそっち側を見ないようにして自転車を漕いだ。幸いといと言うべきかそんなに長い橋じゃなかったし外側から内側に入れるような場所もフェンスが邪魔して通れないような構造になっていた。 なんとか家に着くことができた俺は玄関のドアに鍵をかけて台所にあった包丁を装備してスマホで近所の寺の電話番号を調べたもうわらにもすがる思いでいろんな寺に電話をかけまくった夜の十時近くだっていうのにさらにバカだったのは俺が無知だったこと 俺がかけた寺からはことごとく、お払いはできませんって言われてしまった。寺も神社も一食炭にしていたから、どこでもお払いをしてくれると思ってたんだな、これが。結局、八方塞がりで、青ざめていると、最後にかけた寺の誰かが、寺ではお払いをしていないけど、神社でなら話を聞いてもらえるかもしれない。 と教えてくれた。正直なところ、今回の発端も神社だし、神社とはもう関わりたくない思いでいっぱいだった。しかしながら背に腹は変えられない。そう思って、その夜は布団をかぶって、大音量で音楽をかけ、電気をつけっぱなしにしながら眠った。次の日、 俺は朝一番に近くの神社へと足を運んだ。財布にはそれなりにお金を詰めてきたし、ぼったくられてもいい。命あってのものだね。逆ではない。といった思いで、そこの勘主に会って、とにかく払ってください。お願いします。牛の国参りを見てしまったんです。と頼んだ。すると勘主は、 払うも何も、あなたからは何も感じられません。まずはことの経緯を話してください。と、冷静に返されてしまった。それで俺もはっと頭を冷やし、一からすべて、あの女とのことを話した。か主は、なるほど、と言って、よくわからんお札を一枚渡してくれた。これは、 これはただの気休めです。今から、払うのではなく、縁を切らせていただきます。何を言っているのかわからなかったので、詳しく話してもらった。以下、その時の会話を思い出せる範囲で書き出すから、言葉がめちゃくちゃだったり、読みづらかったらすまん。あなたが見たのは牛の国参りであり、 牛の国参りではないのです。は、どういうことですか。牛の国参りというのは知っての通り、頭に五徳と,とろうそくをつけて、わら人形に釘を打ちつける。しかしながら、その話を聞くにそのような動作はしていなかったようですね。確かに、視力が悪いんで、 わら人形があったかどうかまではわかりませんが、女は棒立ちでした。そこです。その時点で牛の国参りの最中ではなかったのです。確かにわら人形を使わなかったり、ろうそくを利用しない地域もあるそうですが、行動自体をしていなかったというのなら、呪っている最中とは思えないのです。じゃあ何をしていたんですか か主は、ふっと一息つくと、ここから先は私も話でしか聞いたことがないので、絶対とは言えません。とだけ前置きし話し始めた。橋姫という妖怪もしくは人物を知っていますか。彼女の行った牛の国参りこそが、 その正しいやり方の一つなんですよ。結局は恩陽字に頼らざるを得ない、そんな力を持たせた儀式なんです。しかしながら、現代における儀式は不完全なんです。現代では下駄や刀を入手すること自体難しいですから、完璧な儀式を成し遂げようとする執念があれば、それだけで呪い殺せると思いますよ。 それも原因で呪詛返しという難点が浮いてしまっています。じゃあ、俺が見たことで呪い返されることを恐れ追ってきたとか、にしては人間の速さじゃなかったですけど、それはそうですよ。あなたの見た女性はすでに人間ではありませんから。それを聞いたとき、 わかっていても背筋が凍った。呪詛外しされた側の末路、知ってますかえっと、見た人を殺さなきゃ自分が呪われてどうなるんです。そう、わからないんですよね。しかしながら私の知っている限りでは、彷徨い続けると伝えられています。なのでその女性は、 すでに呪詛返しを受けた存在なんだと思います。神主が言うには、そのような存在は霊とも悪霊とも捉えず、異形のものとして扱うらしい。そして彼女は、あなたに食べ物を与えようとしてきたんですよね。はい、当然食べませんでしたけど、そうですね。 食べてたらその時点でどうしようもなくなります。詳しくはその後の話は専門用語よぐいだかよもいだかよくわからん言葉が多すぎてあまりちゃんと聞いていなかった結局俺は縁というものを切ってもらい縁ができたおかげでそういうものに干渉されやすくなっています これからはその神社に近寄らず、心霊スポットなどの怪しい場所にも行かないようにしてくださいね。とだけ約束をした。それからはその女を見ていないし、そういう場所にも近寄っていない。でも、未だに頭に焼きすいた、あの目と顔だけは離れないんだ。リュックや衣服が、 鉄の何かにぶつかって音を立てるたび思わず音のした方を凝視してしまうまたあの女じゃないかってね。竜の落とし後 大学で民族学のフィールドワークをしていた頃の話だ。民族学専攻の学生はどこか一つの村に住み込んで村の伝承を調べさせられるんだけど、俺が行った A 村には行ってみるとよくわからない伝承があった。伝承というより信仰なんだ。足腰の家に行くんだが、 そのどの家にも、タツノオトシゴをかたどった小さな木の人形がある。村の人たちは普通にそれをタツノオトシゴと呼んでいる。特に様をつけたりはしない。どうやらこの村の神にあたるものらしい。人形は代々受け継ぐ、一家に一つのもの、とのことだった。 A 村は海が遠いんだ。だから、なんでこの地域の神が海のものなのか、不思議だった。それともう一つ、神がお守りのような形で、各家庭にあるのも珍しいケースだった。俺は研究テーマをこのタツノオトシゴにすることにした。だが、調査はすぐに行き詰まった。 神社をあちこち見て回っても、全然関係ない普通の神が祀ってあるし、神社の古文書を見せてもらっても何も出てこない。年寄りに聞いても、昔からのものだというだけで、言い伝えのようなものもない。小さな村だから、孫子も編纂されていなかった。これは結果につながらないと思って、 俺は辰の落としシの調査を諦め、大学には無難に農耕道具のことを書いたレポートを出した。数年後、陰性として民族学を続けていた俺はある本を読んだ。それは戦前の身売りの時代。いろんな事例をまとめた本だった。その中に、あの A 村の名前を見つけた。 ようやくするとこんな感じだ。昭和教皇で日本中が貧しくなって、あちこちの村で必死の対応が図られた。多くは身売りをはじめとする身を切る類のものだった。そんな状況下で、A 村から化石が発掘された。偉い大学の教授が来て調査すると、 それはタツノオトシゴらしいと分かった。A 村は昔海だった地層があるわけでもなく、こんなところからタツノオトシゴが出てくるのは謎だという話だった。それで終わればよかったものを、A 村の人々はこれを見せ物にして村の活性化を図ろうとした。 役場にタスのノオトシゴを見せる場所を作り、さらには村の有りがね全部を費やして、タスのノオトシゴ人形を作った。だが、全国的な貧困の中で、その計画が成功するはずはなく、この一件が引き金となって、A 村は壊滅してしまった。壊滅。すごい言葉だと思う。 村の謎が少し解けたあのタツノオトシゴはもともとおもちゃだったのだ一家に一つあったものはおそらく売れ残った大量の人形の余りだろうしかし一見話の筋が通ったように思ったがよくよく考えるとおかしな点があった壊滅的状況下であのタツノオトシゴが どういう過程を経て神となったのか。壊滅の原因となったタツノオトシゴを神と思うまでの想像絶する心理状況だと言ってしまえばそれまでかもしれないが、それにしても、おもちゃが神になるだろうか。そもそも、あの村からタツノオトシゴが出土したこと自体おかしかった。 俺は何かまがまがしいものを感じた。戦後 A 村には文化が流入して豊かになったが、今でも彼らはタの落とし子を持ち続ける。地理的に閉鎖しているあの環境では将来的にもタの落とし子は生き続けるだろう。気味が悪い、と思った。 あれはやばい。知り合いが霊感なんて持ってると、こっちまで知りたくないことを知ってしまうこともある。私の友達が普通に見えてしまう体質らしく、よく私についている霊とかを教えてくれる。いわく私には、現在五人ついてるらしい。 そんな女の子を肝試しに連れて行った時の話。休みの前日、男二人、女二人で飲んで盛り上がって、途中から怖い話なんて酔っ払いながらみんなでしてた。と言っても酔っ払って恐怖心なんて薄れてるので、みんな笑いながら話をしていた。 そのうち話だけでは物足りなくなって、近くのダムで雰囲気出しながらしようってことになった。というわけで、早速向かった某ダム。どうしてこの場所かというと、噂ではあるが、毎年何人かが自殺しているらしい。と言っても、実際ニュースとかにはなってないし、単なる噂だと誰も信じていなかった。 カップルでもいれば脅かしてやろうくらいのノリだった。現場に着く前から様子のおかしかった霊感症状 A。お決まり通りやめようなんて言うんだろうなと思っていたら、別に普通だったので内心安心していた。みんなでダムの周りを散歩。ふざけて遊んで時間も少し経ったとき、 向こう岸とこちら側をつないでいる石の橋があって結構な距離があるんだけど向こう岸から誰かが歩いてくる現在午前2時こんな時間に誰だろうと思って見たんだけど結構距離があるので何者かはわからないしかも一人 それがある程度まで近づくといきなり、逃げよう。早く逃げよう。と A が言い出した。いきなりのことで、しかもこちらは4人もいるからと酔っ払ってたのもあって、もう一人の男が様子見てきてやると言って歩いて行った。A は一目散に乗ってきた車の中に入って震えている。 私はさすがに心配になって大丈夫かと様子を見に行った。話をすると、レイは見えるっていうのと少し違うらしく、そのレイが思っていることが頭の中に入ってくる感じらしい。と話していたところに様子を見に行った男と、 もう一人の女の子が走って車に戻ってきた。早く出せ。早く。あれはやばい。男の顔は真っ青。慌てて車を出した。男の様子がおかしいので、車を飛ばして家まで帰る。無事に部屋に着き、なんだ、何もないじゃないかなんて思ってた。 様子を見に行った男に話を聞くと、姿がわかるくらいに近づいてみると、それは男だった。しかも、たった今、水から上がったみたいにずぶ濡れで、水草みたいなものが体全体に絡まっていたとのこと。何ダムに落ちて上がってきた人とか。 と聞くと A が、違う、あれはそんなんじゃない。と、A 曰く、それは私たちがダムにつく直前に飛び込んだ人で、死にきれなかった人。でも体は生きていても、この寒さの中飛び込んだので、脳は死んでるらしい。 すなわち、もう助かる見込みはないと。それは、霊でも人間でもなく、生きても死にきってもいないらしい。本人はそのことに気づいていないので、生きてる人間に助けてもらいたがってるんだと。そういうのと関わるのが一番危険らしい。霊にしても、一番理性がぶっ飛んでる状態らしい。 私は見なくてよかった実話なので何ともオチがなくて申し訳ないがその時はシャリにならないと思ったお下がり 俺の家は昔超貧乏で、欲しいものなんか何一つ買ってもらえなかった。着てる服は近所の子供のお下がりだったし、おやつは氷砂糖だけだった。そんな俺でも、義務教育だけはちゃんと受けさせてもらっていた。ただし、勉強道具もすべてお下がりだった。 生まれてからずっとお下がりばかりだったから別に何も不満はなかったんだけど一つだけ嫌なことがあったそれはお下がりでもらった学習机だったその学習机はお下がりなのにまだ新品の光沢を保っていて引き出しを開けると 木材のかぐわしい香りが楽しめた。俺はその学習机をとても気に入って、暇な時間は柄にもなく、机の上で本なんかを読んでみたりした。学習机が来て一週間くらい経った頃、妙な体験をした。いつものように、 椅子に腰掛けて机の上で本を読んでいると、右足にひんやりとしたものが触れた。本を読んでいる最中だったので足に触れたもののことなど気にしなかった。足をひんやりとしたものに当たらないよう少しずらす。しばらくするとまたひんやりしたものが足に触れた。 気持ち悪かったので、右足でひんやりとしたものを奥に蹴り込んだ。すると、足の先に、ぐにゃーっとした、変な感触があった。視線は机の上の本にありながら、意識は机の下の足先に集中した。俺は右足をそっと動かしながら、 そのぐにゃっとしたものの表面を確かめた。ぐにゃっとしたものはデコボコがあり、ところどころに穴が開いていた。柔らかいかと思うと、硬いところもあったりして、何なのかさっぱりわからない。足先は舐めるようにぐにゃっとしたものの表面に触れていき、 最後に上部に達した。そこで、細い糸のようなものがたくさんある感覚を感じた瞬間、自分の足が触れているものが何か分かった。俺は、そっと体を曲げて、机の下を覗いた。そこには、青白い男の子がいた。 俺の足先は男の子の頭に触れていたんだ。俺はびっくりして椅子ごと背後に倒れた。でも顔は常に机の下の男の子を向いていた。男の子も微動だにせず俺を見ていた。立ち上がることもできず、ハイハイ歩きで部屋を出た。 すぐに親父のところに行き、体験したことを泣きながら話した。でも、親父は全然信用してくれなかった。もし信用してくれたとしても、うちには新しい机を買うお金なんてないので、買い替えることはできない。結局俺は、小学校時代、 ずっとその机を使い続けた。机で勉強していると足にひんやりとしたものが触れることがたびたびあったけど机の下を覗かないようにした。またあの男の子がいたら怖いからだ。いるのは確実なんだけど見ないでやり過ごそうとした。中学になって それとなく母ちゃんに聞いてみた。俺の使ってる机は誰からもらってきたのか。すると母ちゃんは少し困ったような顔をしてから、あの机は近所の渡るくんの家からもらってきたんだよ。と教えてくれた。渡るくんは俺と同い年で、 幼稚園が一緒だった。小学校に入学する数日前に、渡るくんは川に落ちて亡くなった。頭が良かった渡るくんは、入学する前から勉強を始めていたらしい。俺が使っている机で勉強しながら、これから始まる学園生活にワクワクしていたんじゃないだろうか。 理情を知った俺は机の下にいる渡る君のことを怖がらなくなった。渡る君の分まで勉強しようと思った。それからも渡る君は俺の足に触れることがあった。俺は渡る君が足に触れる時は勉強頑張れって励ましてくれていると考えた。 わたるくんの励ましが支えになって、俺は結構勉強ができるようになった。少し経って、中学校で野球が流行った。俺も参加したかったんだけど、バットやグローブを買うお金がなくて困った。俺はいつものように親父を頼った。すると親父は、ちょっと待ってろ、と言った。 数ヶ月後、親父はバットとグローブを俺にくれた。またしてもお下がりだったけど気にしなかった。これで野球ができる。俺は野球のメンバーに混ぜてもらい思う存分楽しんだ。だけどある日、友達の一人が俺のグローブを見て言った。それ、 ヨ郎のグローブじゃねえかヨ郎というのは中学で野球部に所属していた同級生だ。野球の才能があって中1の頃からレギュラー入りを果たしていた。だけどヨ郎はつい最近亡くなってしまったのだ。帰宅途中に川に落ちて溺れてしまったらしい。 自分が扱っていたグローブがヨ郎のものだったことを知り、俺は思った。ヨ郎の分まで野球を楽しんでやろうと。そう思ったとき、ヨ郎と渡るくんって、なんか似てるなぁ、と感じた。二人はどちらも若くして亡くなっており、 死因も死んだ場所も同じだ。そして二人の形見を俺がもらっている。こんな偶然ってあるだろうか。数ヶ月後、再び俺は親父に頼み事をした。今度はテレビゲームが欲しいと。すると親父はいつものように。ちょっと待ってろ。 と言った。二週間後、親父はテレビゲームをくれた。またしてもお下がりだった。親父からテレビゲームをもらうちょっと前に、新聞に載っていた記事を思い出した。近くの川で、近所の中学生が溺れて亡くなったらしい。体全体に寒気が走った。 その日の夜、いつものように自室で勉強をしていると、足先に何か触れた。何年もの間、その何かを、亡くなった渡る君が俺を励ましているものだと思っていた。本当は違ったんだ。その何かは、 必死に訴えかけていたのだ俺は今も机の下を覗くことができないでいる「津軽街道少し長くなるけれど」 自分が体験した話をちょっとだけ聞いてほしい。いや、聞いてくれなくても書くのだけれど。この間、一人旅に行ってきたのね、車で。旅と言っても基本的に金がないから、下道使って道の駅とかカプセルホテルとか、24時間の風呂施設とかを使って、ムラムラするような感じなんだけど、 そういうのに慣れてるので、普段通り楽しんでた。で、四日目の夜だったかな。秋田から青森だったか、宮城から青森だったか忘れたんだけど、津軽街道ってところに入ったんだけど、この道が坂道でうねるわ、狭いわ、街灯もミラーもろくにないわ、自分の他に走ってる車もいないわ、 田舎にありがちなひどい賛同で,でもそういうのにアホかよって突っ込み入れながら走るのも楽しいのでツイッターにあげるネタになるなんて考えて走ってたんだけどカーブで減速したあたりだったかとにかくライトで照らされた先の道端に靴が一足落ちてるのに気がついたんだよ。 運転する人なら一度や二度は見たことあるんじゃないかと思うんだけど、車が走る道端になぜか落ちてる靴。あれ。でも、街中でも不思議だってのに、山の中ならなおさら意味不明になるわけで、まあ、ちょっとよからぬ想像とかしちゃいつつも、だからといって何をするわけでもなく、 そのまま車を走らせていたんだけど、ふとまたライトの先に影が見えて、鹿か何かと思ってブレーキ気味で進んでたら、人が立ってたんだよ。左車線真ん中あたりに。いや、普通に人、普通の顔、普通の格好。 どう普通だったかって言われると難しいんだけど、スカートじゃなくて、T シャツじゃないけど T シャツみたいな女の人が着てるようなやつ。あれ着てて、まあ街で見ても特に何も思わないよねっていう見た目。ああ言い忘れたけど女ね。でまあ、まずびっくりするじゃない。こんなところで何してんのって。 でもってあんまりいい想像はできないよね。事故か故障か悪いと事件か。どっちにしても旅の途中にろくなことにならんわけですよ。とはいえ無視していくわけにもいかないので、そこで車止めたんだけどさ。その女の人、片足靴履いてないのが目に入ってさ。まあ思い出すよね。 さっき落ちてた靴。ああ、もうこれろくでもないことでほぼ確定だな、と。警察沙汰だ,だ、多分、とか思いながらも、小心者なので、ヤーさんだの、ヤンキーだの、出てきたりしないか確認して、とりあえず携帯持って車を出ようとしたら、ほんと突然、その女の人が走り込んできたのよ。 車に向かってで何を思ったかフロントの前方にバンと突っ伏してきてあっけに取られる俺でもそんなのお構いなしにフロントガラス手前まで伸びた手が何度もバンバンって車のフロントを叩くんだよ正直意味がわからない いや、その時は何かいろんなことを考えたような気もするんだけど、人間こういう時はまずはやべえって気持ちが前に立つのか、意味がわからないなりにドアの鍵をまとめてロックしてた。でも状況が変わるわけでもなくて、え、これどうすりゃいいのって呆然としてる俺の前でバンバン音を立てて両手が暴れる。 はたから見てたらシュールな光景なのかもしれないけど、目の前で見てる本人にしてみたらたまったもんじゃない。明らかにおかしいけど、アクセル踏んだら人心だし、バックして離れようにも振り落とすことになるし、あとは外に出てひっぺがすかなんだけど、いや、もう断言する。無理。 で、そんなこんなの状態のまま少し経って、ようやくフロントで暴れるのをやめたんだけどさ、今度はズリズリと動いてくるわけ、車は撫でるようにして、ドアの方に。いやーもう勘弁してくださいって気持ちになるよね。鍵かかってるっけって、さっきロックしたばかりなのに、何度もロックの方に押し込んだのを覚えてる。 で、案の定、カシャカシャってやるわけ、ドア。もうこれ、別の意味でやばいと思って、ここに来てようやく警察呼ぶべきだと思い立って携帯を取り出したんだけど、それを見たからなのか、それともたまたまなのか、急にドアから離れたのよ、その女。しかも、車後方の林の方に、 人間ってのは不思議なもんでさ、もうここはためらいなくアクセル踏んで、この場を離れるべきなのに、つい見ちゃってたのよ。何してんだって。いや、それまでの行動が意味不明だったから気になっちゃってたのかもしれないけど。でもさ、すぐに思い直したね。だってさ、その女、林の中で何してんのかと思ったら、 両手に抱えるくらいの石持って、こっちにまた歩いてきたんだよ。それなりに重量ありそうなのに、結構なスピードで、しかも笑顔で。正直、狂気じみた顔をしてくれてた方がよかった。なんていうか、それならまだなんていうか、そういうもんだって思えるじゃない。 でもさ、気候を繰り返して、フロントバンバン叩いて、ドアガチャガチャやって、果てはでかい石持って歩いてくる変人が、普通の顔で、普通に笑顔で歩いてくるんだよ。もう怖い以外の感想出てこねえよ。で、本当にこれはやばいと思って、距離があるうちに、 前に急いでアクセル踏んだ。バックミラーで石を思いっきり振りかぶって投げてる姿が見えたけど、見なかったことにした。一旦走り出すと、とてもじゃないけど止まって電話かける気にはなれなくてさ、とにかくこの道さっさと離れて、人のいるところまで走らせて、それから警察に行こうって思ったのよ。 でもさ、ヘアピンカーベが続いて、ちょっとしたところだったかな。まだいるのよ、さっきの女。進行方向直線上に。パニクったとしか言いようがない。ただ、止まるわけにはいかないって気持ちだけはあって。 飛び込んでこないかだけ心配だったけど、立ち尽くしてる女の前で思いっきりアクセル踏んで右車線から追い抜いた。うまくいったことにほっとした気分なんてまるでなくて、もうこれ、本当に俺、オカルト体験ってやつをしてるのかって思いもしたんだけど、ナビでしばらくヘアピンカーブが続くのを見て、 あれあいつもしかしてヘアピンカーブをまっすぐ降りてきたんじゃないかって気がついて車で参道を降りる時ってかなり蛇行するからそこを直線でまっすぐ降りれば歩きだとしても相当時間を短縮できるわけでいやもちろん該当もない参道でそんなことやる時点で頭おかしいんだけど でもそれって、またいるんじゃねってことも意味してて、エンブレかけながらも可能な限りスピードを上げて、ひたすらサンドを下っていくんだけど、ヘアピンを下っていくのはそれなりに時間がかかるわけで、俺の努力も虚しく、やっぱりいたんだよ。また、あの女、 今度は小さなトンネルの先、出口先のカーブを塞ぐみたいに立ってて、街灯もない参道で片足裸足で、もうここまで来ると、もしかして居眠り運転で夢見てんじゃないかってくらい現実感なくて、ただ、またここで止まるわけにはいかないって気持ちと、 今度は飛び出してくるんじゃないかとかいろいろ不安になりながら減速気味で距離を詰めて右車線にハンドル切ろうとした時にこっち見ながらニヤニヤ笑ってるのが見えてさ反射的に思いっきりブレーキを踏んだんだ今思うとそれで正解だった反対車線からトラック出てきたしいや トラックも近くにいる女に気づいたのか思いっきりブレーキ踏んでたけど俺が加速して右車線にはみ出してたら衝突してたろうなと。んで俺の車のライトとトラックのライトに照らされながら女はまた林の方に入ってったトラックのうんちゃんの顔は高さ的に見えなかったけど ゆっくり俺とすれ違ってそのまま俺が来た道を走ってった。俺はといえばトラックとすれ違った直後からひたすらダッシュしてた。もちろん車で。ヘアピンでカーブもショートカットできそうな地形もその先はほぼないように見えたから、そりゃもう思い切り。幸いあの女にもう会うことはなかった。 それから先は元々の目的地だった広崎についてどこ行くわけでもなく交番に直行。とはいえ直接的な被害が車にも俺にもないからとりあえず話は聞いてくれたって程度だった。徘徊か酔っ払いかみたいな。情報は共有しときますってどっかに連絡入れてはくれたけど その後は正直旅って気分でもなかったけど、一人で駐車場で寝るみたいな気分には到底慣れなくて、24時間サウナ付きのカプセルホテルに泊まった。人もそこら中にいるし、男だけの空間なのがありがたいと感じたのは、この時くらいだろうと思う。朝になってから、昨日付けの事件とか事故とか、 不明者とかのニュースがないか、携帯と新聞で調べてみたけど、特にそういう情報はなかった。帰りは、死の子の言わずに高速使って帰ることにした。結局、あれが何だったのかは未だにわからない。けど、しばらく賛道を車で走る気にはなれないって話でした。 人生の原動力今日の昼から10年ぶりくらいに誕生日会に出席することになったので思い出してしまった今でも後悔してる話あれは成人式の日のお話式に参加して久しぶりに会う小中高時代の同級生と 思い出話で盛り上がって夜には中学校のクラスで同窓会で飲んだよくある普通の成人式の流れでした21時前には一旦解散して私は中学時代の仲間と5人で二次会にカラオケに行った友人はわかりやすく ABCD とする この中の A 君だけは19歳で、実は成人式の次の日が誕生日で、あと数時間で正式に二十歳になる状態だったので、日付が変わったらそのまま誕生パーティーもしちゃおうって、コンビニでケーキとか買ってカラオケ屋に向かった。カラオケでみんなで歌って日付が変わる15分ぐらい前に、 みんなに曲に予約を止めさせて入ってる曲を歌い切ったら0時まで5分前ぐらいだった。みんなで誕生日のカウントダウンをするためにケーキやジュースを準備していよいよ残り数分というところで私はあることを思い出した。思い出してしまった。そしてそれは面白いと思ってしまった。 私はマイクのスイッチを入れて喋り出した。はい。みんな注目。あと2分で10代のガキンチョの映画。我々20代のアダルトの仲間入りします。仲間たちもテンションを上げて、お前も誕生日12月じゃねえか。とかやじを飛ばしてきます。私はさらに大げさなお偉いさん風な口調で、 二十歳である人生の大先輩である私から、これから二十歳になる A 君に、贈る言葉があります。そして私は、A 君の肩をポンと叩いて一言。紫鏡。一瞬みんなが、えっ,って静寂してしまったので、 やべえ、滑ったかって思ったが、みんな意味が理解できたらしく、大笑いし始めた。みんなが A に、やべえぞ、早く忘れないと呪われるぞ、呪われるまで一分切ったぞ、などと言い、A 自身も不機嫌になることなく、おいお前、やべえやつじゃん、鬼畜かよお前は、と笑ってた。 全員でカウントダウンして、無情にも0時になってしまった。全員ただの余興だと思ってたので、0時になっちゃえば呪いとかどうでもよくて、そのまま誕生日パーティーにシフトして、朝までカラオケで歌って解散した。ちなみに紫鏡ってのは、二十歳までに紫鏡という言葉を覚えていると、 呪われるとか死んでしまうと言われている都市伝説だ。さて、成人式も終わって、私は他県の一人暮らしに戻った。今みたいにスマホや LINE なんてなかった時代だったから、日頃から密に連絡を取るような関係ではなく、連休とかで実家に帰る時だけ遊べないか連絡する感じだったので、 春のゴールデンウィークまで全く連絡してなかった。ゴールデンウィークに実家に帰るので A に遊べないか電話してみると何か歯切れが悪い感じで遊べないと断られた。何かおかしいと思って訳を聞いてみると A は少し沈黙した後に今入院してるんだわ。 だから遊べない。と言った。びっくりして詳細を聞くと、成人式の一週間ぐらい後に家族で高速道路を走ってたら、後ろからトラックに追突されて前の車に挟まれる感じの事故に遭い、助手席にいた A は潰れてきたダッシュボードで足を潰されて、 両足を切断したと教えてくれました。あまりにいきなりだったので、俺はとにかくお見舞いに行くからと、病院と病室を聞いて電話を切りました。ゴールデンウィークになり地元に戻ると、入院は暇だろうと映画好きだったアニメに、DVD 全巻とポータブル DVD プレイヤーを持って病院に向かいました。 病室のドアをノックすると、A の声が聞こえたので入った。頭にネットみたいなやつをつけた A がベッドにいた。来てくれたのかサンキューな。おこれ見前の差し入れ。貧乏大学生は金ないんで、これで勘弁してくれ。元気になったら返してな。A はかなり喜んでくれた。 両足がないと言っていたが、下半身は布団に隠れていた。私の視線に気づいたのか、映画申し訳なさそうに、ごめんな。まだ俺自身も完全に受け入れきれでなくてな。まだ足のことを人に見せる気になれないんだ。私は慌てて話題を変えて重たい空気を払拭しようとしたとき、映画、 ちょっと困ったような笑い顔で言った。しかし、効果抜群だったな、あの呪い。私は何のことか全然わからなくて、え、何と聞き返した。呪いだよ、呪い。お前の紫鏡の呪い。 私は一気に血の毛が引いてしまって何も言えなくなったただひたすらすまんと頭を下げただけだったそれを見た A は笑い出して <laughs> 何マジになってんの冗談に決まってるやん二十歳になるまで紫鏡って言葉を覚えてたら呪われるとか日本人の半数くらい呪われてるやろ その言葉にちょっとほっとしてると、ドアが開いて A の母親が入ってきた。A の母親は私の顔を見て一瞬かなり動揺したように見えたが、落ち着いた声で、あら、私くんこっち帰ってきてたのお見舞いありがとね。とにっこり笑った。じゃあ、母ちゃんも来たみたいだし、 そそろそろ行くねまた来るから頑張れよ。私は A と別れて病室を出て行きエレベーターを待っていると後ろから声をかけられた A の母親だった私くんちょっとお話しする時間あるああ大丈夫ですよじゃ下の待合室に行きましょう。 A の母親とは昔から家に遊びに行ったり家族ぐるみで海に行ったりした仲なのでよく知っていた。何の話かと思ったら衝撃的な内容だった。本当にごめんなさい。気を悪くしてほしくないんだけど、もう二度と A には会わないであげてほしいの。え、なんで ?A は あなたを憎んで恨んでます。事故の直後は毎日なんで自分が、なんで自分がこんな目に、と泣いて暴れて、3回ほど自殺未遂もありました。もしかして、紫鏡ですか。そうね。でも、勘違いしないでほしいんだけどね。 ええ、だってそんな呪い信じてないし私もあなたの呪いのせいであの事故があったなんて思ってないのじゃあなんで生きる原動力が今のあの子には必要なのたとえそれが恨みであってもねどういう意味ですかあの子は今 あなたを憎んで呪うってことを人生の原動力にしてるの。それがたとえ馬鹿らしい呪いだとしても自分に降りかかった理不尽な不幸に対しての矛先が欲しいのよ。紫鏡の呪いのせいでこんなことになったんだ。あいつのせいでこんなことになったんだ。そう思わないと心が理不尽に押しつぶされちゃうの。この辺で A の母親は泣いてた。 私くんは本当に悪くないの私だってそう思ってるし A も本心ではそう思ってるはずよただあの子のために恨まれる対象でいてほしいのごめんなさい A の母親と別れて以来一度も A とは連絡もしてないし会ってもないので 今、どうしてるのかはわからないが、今でも俺のことを恨んで呪い続けているのだろうか。あのお見舞いに行った時の冗談だと笑ってた顔の裏に、憎悪が渦巻いていたのだと思うと、ものすごく怖い。 ういぎ。じゃあ話しますね僕が消防の頃だから十年以上前のことになるのかなうんそれでね僕その頃人付き合いが苦手な子だったのねどのグループからもあぶれてるって感じででもある時 同級生の何人かと一緒に日曜遊びに行くことになったの。先週の土曜ワイドで地元の公園が殺人現場になったんでそこ見に行こうとか言って前日ドキドキして眠れなかった。で当日お弁当を作ってもらって時間より20分早く待ち合わせ場所に行ったの。 ところが他のメンバーはなかなか来なくって、結局全員揃ったのは30分も過ぎた頃、でも僕は文句なんて言わなかった。笑ってた。まず最初に駄菓子屋とか銭湯のゲームコーナーに行くことになって、唯一ゲーマーだった僕は早速スト通をやった。それなりに続いて終わった後、 周りを見渡すと誰もいなかった。チャリでそのあたり回っても誰もいなかった。まかれた。僕は泣きそうになった。リュックをからうと、中でまだ暖かい弁当の熱が背中に伝わってきて、涙が出そうになった。帰ろうかと思った。 でも、訳け話すの恥ずかしいし、せっかく作ってもらった母親に申し訳ない気がして、どこかその辺のベンチで食べてしまおうかと思った。でも、夜のうちに降った雨がまだ乾いてなくて、それもやめた。しばらく道の端に佇んでいると、ふつふつと怒りがこみ上げてきた。 こうなったら、ゼガヒでも追いついて、とっちめてやる。そう思ってペダルをこぎまくって公園に向かった。そこは歓楽街からはだいぶ離れていて、チャリでも20分近くかかる。途中空が曇り始め、まだ2時前だというのに、薄暗くなってきていた。公園に着くと、 駐車場に連中のチャリが止めてあるのが目に入った。くっそーと思い、僕はこっそり行ってとっちめてやろうと、離れた木陰にチャリを止めて公園に入っていった。その公園は中に滝があり、そこから幅広の川が流れていた。例の殺人現場は赤い橋のたもとの、 浅瀬の岩肌が洗濯板のようになっているところだった。ぐるっと見渡しても誰もいなかったので、僕はそこに降りてみようと、遊歩道から川に降りる階段の方へ歩いた。階段のところまで来ると、橋の下が見えるのだが、そこにも人の姿はなく、代わりに妙なものが見えた。 青いビニールシートにくるまれた細長いものが浅瀬に置かれていたのだ。場所が場所なのですぐに死体を想像してしまう。それは大人にしては短く、だいたい僕と同じくらいの長さに見えた。少し怖かったがまだ昼過ぎだし、好奇心が勝ってもっと近くで見てみようと思い、 それでも降りていくのは怖いから、橋まで戻って上から覗こうと思い、走って戻って、橋のたもとについて、いざ覗こうとすると、何やら下からガサガサ音が聞こえてきた。そっと手すりから頭を出すと、青い物体のそばに、二人の男が立っていた。 僕はとっさに、やばいと思って逃げようとした。その時、駐車場に続く遊歩道の方から、誰かがこっちに歩いてくるのが見えた。僕は慌てて近くのツツジの植え込みの中に隠れた。僕は小柄でこれまでに何度か遊びで隠れたことがあったのだ。 歩いてきたのは男が三人と子供が二人。子供あいつらだ。僕を置いてけぼりにした四人。山口、福田、辻田、大場のうちそこにいたのは福田と辻田の二人だった。男たちに囲まれて真っ青な顔をしていた。 連中が橋まで来ると下から声がした。捕まえたか。一人逃げられました。とにかく連れて来い。男たちは二人をせき立て遊歩道から無理やり下に飛び降りさせた。男たちも続いた。視界から消えた。 声も聞こえない。逃げるなら今。しかし、体が思うように動かない。万が一見つかったら逃げられるか自信がない。心臓は周りに聞こえるほど強く打っている。そのまま長い時間が過ぎたように思えたが、実際は数分だったろう。下から、ドン。 どん。鈍い音が時を隔てずに二度聞こえた。殺されたんだ。僕はそう直感した。心臓は胸を突き破る勢いで動いている。このまま僕も死ぬかもしれないと思った。涙で目が滲んできた。しゃがんだ足がしびれてきた。 すると、階段の方からゾロゾロと男たちが歩いてきた。下を移動する足音は聞こえなかったから、ビビって尻餅をつきそうになったが、なんとか踏ん張った。男たちのうち三人が、肩に何かを背負っていた。一つはあの青い物体だったが、 残りの二つは黒いゴミ袋のようなものだった。中身は考えるまでもない。男たちは近づいてくる。まもなくここを通過する。僕は祈った。しかし、足の震えは最高潮に達している。しかし、ツツジの枝を掴むわけにはいかない。来た。通り過ぎる。 ほっとしたその時、強い風が吹いて、青のシートがわずかにまくれ上がった。僕は見てしまった。サンダルを履いた足。山口。もう限界だった。僕はゆっくりと後ろに倒れていった。誰だ もうダメだ。男の一人が倒れている僕を見つけて引きずり出した。僕は涙やよだれを流しながら口をパクパクさせていた。男たちに取り囲まれた、その中の一人のがっしりとした初老の男が、しゃがんで顔を覗き込むようにして聞いてきた。 あんた、あそこで何してた僕は頭が狂いそうになりながら答えたトトトイレ本当かあはい背後から 肩に手が置かれた首筋をぐっとつかまれた見たのか <laughs> 見てません首をつかむ力が強くなった頭がしびれて意識が遠のいていったその時じわっと と、股間に温かい感触が広がっていった男はじっと僕を見つめていたが流れ出す小便を避けるように立ち上がったあんた名前はか神田です旅館やってるとこかあはいはい 男はなおも考えていたが、やがて他の男たちに目配せして言った。よし、あんたは助けてやる。だがいいな。ここでのことは誰にも言うな。言えばあんたも連れて行かなきゃならん。僕はもう声が出せず、必死に首を振り続けた。頭が痛くなるほど振った。 気がつくともう誰もおらず、僕は一人遊歩道で下半身を濡らして座り込んでいた。それから五分ぐらいは動けず、ようやく駐車場まで這い出てきて、チャリに乗り何度か転びながら家に帰った。親には川遊びで濡れたと言い,い何も話さなかった。夜、 布団に入った後も、あの男の顔と声が脳裏に焼き付いて離れなかった。月曜日、山口も辻田も福田も大場も学校に来なかった。大場は風邪ということだったが、他の三人は昨日から行方がわからないから、誰か何か知らないかと担任が話した。 公園に行くことは僕たちしか知らなかった。僕は黙っていた。やがて父兄にも連絡され、両親は僕を問いただしたが、僕は置いて行かれて一人で時間を潰していたと一点張りで押し通した。それほどにあの男は怖かった。早く時が過ぎてほしいと願った。 また昔に戻りたかった。友達なんかいらない。寂しくても穏やかな日々が懐かしかった。一週間過ぎ、二週間過ぎた。しかし記憶は一向に風化する気配を見せず、僕はいつまでも首をつかまれているように気が重かった。 三週目が過ぎた頃、僕はとうとう耐えきれず、祖父にあの日のことを話した。祖父はもう八十近かったし、話しても問題ないだろうという思いがあったのだった。僕が話し終えると、祖父はいつになく厳しい顔になった。意外な表情に僕は少し驚いた。 祖父はそのまましばらく僕の顔を睨んでいたが、やがて口を開いた。その男たちは全部で五人だったのか。他にはいなかったんだな。意外な問いに僕は戸惑いながらもそうだと答えた。祖父は厳しい顔をしたままつぶやいた。 五人では足らん。もう一人おるはず。僕は何のことかわからなかった。祖父は深刻な表情を崩さぬまま僕に言った。学校を休んだうち、一人は風邪ということだったな。僕はそうだと答え、ついでに大場は公園にいなかったと言った。 すると祖父は首をかしげながらそんなはずはないそんなはずはないお前その後は川の方を見ずに帰ったんだな僕がうなずくと祖父はまた黙り込んでしまい僕は不安のあまり泣きそうになった僕の表情に気づくと 祖父は慌てたように笑顔を作っていった。いや、お前はもう心配いらん。じいちゃんに任しとけ。しかし、祖父があいつらと渡り合えるとは思えず、僕の不安は消えなかった。その次の日、祖父は隣町の知り合いに会ってくると言い残して出ていった。 そのまま祖父は夜になっても帰らず、両親は警察に通報しようかと騒ぎ出し、僕は祖父があいつらに殺されたんじゃないかと半ば信じ始めていた。十時過ぎ、母親がまさに通報しようと受話器を取った時、祖父が帰ってきた。普段格々としている祖父が、 今はひどく弱々しく重病人のようだった。その後僕は寝床へやられた。両親は随分祖父を問い詰めたらしいが、祖父は癌として口を割らなかったようだ。祖父は翌朝学校に行く僕を玄関まで見送り、その時に、もう何も心配いらんよ。 全部済んだから。と言った。その後祖父は二度と僕にその話はせず、僕も聞けなかった。それ以来祖父は体調を崩し、入退院を繰り返すようになった。そしてあの事件から三年後、いよいよ危ないとなって、僕らは病室のベッドで祖父を囲んだ。 祖父は朝から長いこと眠っていたが、夕方ふと目を覚まし、僕と二人にしてくれと言った。両親が出て行くと、祖父は僕を少し近づけて行った。俺はもう長くないけん。少し早いが、お前にも教えておかないといかん。当事者だからな。 あの日お前が見たのはな、添い木だ。添える着物と書いて、添い木。ここらは昔、一種の地霊信仰が行われていたんだ。地霊、つまり大地に宿る精霊をあがめていたのさ。じいちゃんの父さんの頃は、町のほとんどが信者でな。 年に2回ほど山の上で儀式めいたお祭りをやっていたもんだ。だが次第に町の人も移り変わって廃れていったんだ。だからじいちゃんくらいの年のもんじゃないとこのことは知らんはずだ。そう思っていたんだがまだやってるやつらがいたんだな。おじいちゃん 添切うん「添いぎってうん添いぎはな「地を汚した時に地霊を述べ送りする儀式のことだ」「聞き慣れない言葉の連続に混乱した僕を見て祖父は弱々しく笑っていった」「簡単に言うとな」 何か汚いもので大地を汚してしまったときに、地霊の怒りを買わないように清める儀式のことだ。汚れた衣を新しいものに変えて地霊を空に送り出すんだ。そうして再び大地に戻っていただくというものだ。ドラマの殺人現場にされたことで、 大地が汚れたと考えた信者どもが、そいぎをしていたんだろう。お前の友達はそれを見たんだな。そこまで言うと祖父は、苦しそうに息を吐いた。正直僕は祖父が話したことに理解が追いつかなかったが、今を逃しては、もう聞けないと思い、必死に祖父を見つめて聞いた。 でも、なんであいつら、殺されちゃったのそいぎ自体は特にどうというものでもないんだが、それをやるには一つだけタブーがあるんだ。儀式の最中、部外者に見られてはいけないんだ。もし見られたら、地霊の怒りを収めることができなくなる。 そうなったらもう、普通の添い木ではダメだ。本物を使わなきゃならなくなる。本物ああ、添い木は、中央に衣となるよりしろを置き、それを五人の男が囲んで呪文を唱えながら燃やすんだ。その時は目をそらさずに、 火が消えるまで衣を見つめていなくちゃならん。だから遠くから見たぐらいじゃ気づかれないはずなんだが、きっとお前の友達は物をじせずに近づいていったんだろうな。僕にはその光景が目に見えるようだった。負けん気が強く、茶化すのが大好きな福田や辻田あたりが、 先頭を切って階段を下りていったんだろうあるいは橋のそばから飛び降りたのかもしれない見られてしまった男たちは本物を使ったそいぎをせざるをえなくなった驚いただろうな昼間とはいえあんなところに行くものはまずおらんだろうからな じゃあ、山口が衣にああ一番最初に捕まったんだろうさすがにそこでは燃やさずに息の根を止めてのりとお唱えるだけにしたんだろうなその後で山口は燃やされたんだろうか 他の三人も見られたからには、逃がすわけにはいかなかった。お前は添い木自体を見たわけじゃないし、神田の家の子だということで逃がしたと言っておったよ。じいちゃんの父さんは、熱心な信者だったからな。あの人たちに会ったのああ。 昔熱心な信者だった家を訪ねてみたんだ案の定そこの親類のものだったよひっそりと続いていたんだなじいちゃんは父さんが死んだ後集まりに行こうとしなかったからでもあいつらは一人逃したって僕は大場のことを聞いた 彼は結局そのまま遠くの病院に入院したとかで二度と学校に戻ってこなかったああその大場君というのはな連中の中に知り合いがいたらしい家の者が遠くに逃がしてしまったから手が出せなかったそうだ一人だけ逃げ切れたのがおかしいと思ったが知り合いなら 手回しが早かったのもうなずけるそこまで話すと祖父は苦しそうに咳き込み始めた僕は両親を呼び入れようとドアのところへ行きかけた「待てまだだまだ言うことがあるお前のことなんだ」僕はぎょっとして 祖父を振り返った。「あの時の男たちの中の一人がなお前も始末せんと添い着したことにならんと言い続けていたらしいそれを聞いた僕の首筋に突然忘れていた感触がよみがえったそれを他の者たちが説得して思いとどまらせていたらしい」。 だが、なかなか言うことを聞かんねえな。じいちゃんがやっと説得したんだ。祖父はじっと厳しい表情で僕を見た。お前な、ここを出て行かなきゃいかん。将来は他の土地で暮らしなさい。お前は長男だから、ゆくゆくは旅館を継いでほしいと思っていた。だが、 それもできんようになった。「お前のお父さんとお母さんはまだ若いから子供を作ることができる」「じいちゃんがきちんと話しておいた」「お前も納得してくれるな」「危機迫る祖父の勢いに僕は何度も大きくうなずいた」「それを見て祖父は」 満足そうに微笑んだ。そして、ほどなく祖父は息を引き取ったのでした。